今日のコメント、春風さんは夏休み何をしますか？夏休みも毎日投稿するよ。8月のお盆だけ3本投稿しようかなって思ってる。みんなも毎日動画見てほしいな。どうも春方です。皆さんアニポケは見ていますか？このシーズンを盛り上がっていますよね。そこで今回はこの新種の終わりはいつ頃なのかという件について話していきたいと思います。手は関係ないけど、昨日視聴者さんと交流会したよ。どうだった？楽しかった。やっぱり直接話せるのいいよね。来てくれた方ありがとう。ということで、さあご意見してください。丸月からまた新しいショーが始まる。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロレ、2人はライジングモルデッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。そんなリコロシリーズは現在第3章となっており、サブタイトルがテラステルデビューということで、リコロイ・ドットがテラステル研修を行うショーが放送されているんですが、次のショーはいつ頃始まるのでしょうか？今回はそれについて考えていきたいと思います。まず第1章と第2章がどのぐらいの期間で放送されていくのか見ていくんですが、第1章は2023年の4月14日から10月20日までで、話数としては1から25話、期間でいうとちょうど半年ぐらい放送されていました。そして第2章は10月27日から2024年3月29日まで、話数は26話から45話の20話分で、こちらは期間でいうと4ヶ月ぐらいでしたね。で第3章が4月12日から現在まで放送されていて、46話から58話、話数でいうと13話放送されていますよね。第3章は応用テストが始まったばかりでまだ途中なんですが、1章と2章の期間が5、6ヶ月ぐらいと考えると、今の第3章もそれぐらいで、つまり9月末か10月中旬ぐらいまで放送されると思います。8月のタイトルを見たところ、初めての雪、ホゲ、響け魂のライムの挑戦、ホゲータと僕の歌、氷の戦い、冷たい瞳のグルーシャと4話中3話がホゲータの話だったので、9月はまだリコとグルーシャの応用テストの話があると思います。そうなると応用テストが終わってすぐこのショーが終わりではないと思うので、10月あたりまで続くんじゃないかと思いました。そこからまた新しいショーに入るわけですが、次は6英雄探しに戻るのか、また別の地方に向かうのか、今後の展開が楽しみです。オープニングやエンディングも変わると思うので、そこも楽しみですよね。皆さんは次のショーはいつから始まると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで、このショーの終わりはいつ頃なのかという件についてでした。超トロボシテンサーの力です。よろしくお願いします。ではまた次回、せーの、グッディー。